こんばんは、吉谷さん。与沢翼さんの、ね、メンバーシップなんですけども、私はこれね、待っていたんですよ。もう早く与沢さんこれやんないかなと思いましたんで、というのがね、与沢さんのコンテンツって良質すぎるんですよ。で、よくね、自分の動画を有料級ですっていう人いますけどもね、自分で自画自賛して。与沢さんそんなこと言わないんですけども、でもね、これ、お金を払わずに見ているのが申し訳ないぐらいのレベルでやってくれてるんですよね。これ私にとってはですよ。ですんで、今のちょっと前だったら与沢さんの考えはちょっとレベルが高すぎて追いつけなかったんですけども、今はね、与沢さんの考え方とか行動理論っていうのは非常にね、トレースしやすいんで、学ばせてもらってるってところかなと思います。そこにですね、お金を払えるチャンスが訪れたんで、私はメンバーシップの、ハイランクの方で、当然ですけども、今ね、登録をすぐ済ませたわけなんですよ。で、これについてもすでにコンテンツ送られてきてるんですけども、もう後悔はないですね。後悔っていうか、こんなに安くていいのみたいなね。月間の料金このぐらいでしょ、まあ、はっきり言って堀江さんのメルマガよりは高いんですよ、考えたらね。で、 NHK の例の受信料より高いんですよ。いや、でもね、価格は高くても相対的な価値としてはものすごく安いと、相対的にはただみたいなもんですね。やっぱりね、情報の価値が高いってことを、私はもっともっと認識しないといけないなと思うときに、このね、数千円でこの関係ができるっていうのはもう本当にね、言うことないなと思いますし、このメンバーシップっていうのは、例えば私が書き込みした時ってね、優先的に目に留まるような形になってるんですよね。まあそうなった時に、まあ私としてはね、与沢さんに対する発信がもう堂々とできるわけなんですよ。で、今までも私の動画を見に来てくださったりとか、私のね、コメントを取り上げてくださったりってことはあったんですけども、まだいるかって思わせたいですね、これね。あれ？なんかネットビジネスの久保さんにはまだいるんだと。すごい頑張ってるねっていうふうに、言わしめたいなと思いましてね、食らいついてますよみたいなね、 FX ものにしましたよみたいなね、今は与沢さんに学んでますよみたいな、そしてもうね、与沢さんがいなくても自立できるぐらいのマインドセットをね、私のレベルで持ってますよってことなんですよ。さすがに個人資産75億円とかにはなんないですけども、ただまあね、与沢さんと比べたら小さすぎるほど小さいんですけども、ただ私はね、私なりに自分の人生を謳歌してるっていうところでは、まあ、本当にね、ありがたいなと思っておりますし、この情報に価格を、お金を払いたい。逆に言うとね、お金を払わない人にはもう見てほしくないと思うぐらい、まあ、与沢発信に対してはすごくね、価値を見出してるかなってところですよね。いや、そんな風なね、発信者になれるかなと。まあ、ある意味、その同じ YouTube でメンバーシップをやるとすると、ある意味ライバルではあるんですよね。で、同じ土俵で、戦える自分がいるっていうね、戦ってるっても勝負は決まってるんですけども、ただ少なくとも、まあ、完全敗北せずに土俵に乗っているっていうこと、そして土俵に乗る自分に度胸があったなっていうことですよね。で、プラスね、私はやっぱり今までの形の放送も続けていくと思いますんで、まあ、プラスアルファ挑戦する自分がいるっていうところですかね。で、吉田さんが言われた通り、無料のコンテンツがない限りはこんなことできないわけですよ。で、無料コンテンツで価値と信頼を構築したからこそ有料にたどり着けると思いますね。まあ、ですんでね、今ね、いろんな方 YouTube されてると思いますけども、まずはその無料のコンテンツが見るに値しないと思われる、要するに金を払わないんだったら見ないよみたいなね、逆に見ることによって作った人がお金を払うみたいな、広告料払うみたいなことになってるうちはまだまだだと思いますんで、だからね、前も話しましたけども、自分の情報発信っていうのはお金を払って情報を見てもらうっていう、その広告料を払っている立場とね、それから無料のものだったら見てもらえるっていう風な、やっとビジネスが始められる、まあ無料だったら見てあげるよっていう風なね、レベルになっている部分、これね、ビジネスのスタートですけども、それから自分の情報を見たいんだったらお金くださいよみたいな、ビジネスに乗るっていうんですかね、ビジネスにきちんと成り立っているような、そんなフェーズとあるのかなと思います。まあですんで、最初はね、情報発信してもまあ見てくれないと、見てくれないわけですよ。でもそれはどんな人でも受け入れるべき最初のフェーズだと思いますんで、頑張ってやってもらいたいなと思うんですよ。で、可能性がないのはやらないことなんですよね。いつもとちょっと違う切り口ですけども、まあやりましょうっていうんじゃなくて、可能性がゼロなのはやらないことなんですよね。発信しないこと。本日は以上です。